う間もなくですね問題の場所に到着いたしますが、今のお気持ちは思いのほか物騒な場所で緊張してます。無事に帰ってこられるように頑張るぞ。ただじゃ済まないよ。はい。もし何か起きたらそいつは自然現象あるいは人為的なもの、そもそもこの世に霊なんか存在しないんだからさ。ああ科学者、今この世界で起こってることはな、そういう段階じゃねえんだよ。大体なあんたらみたいな、などうしました、何が来るぞ。えおい、行くぞ、危ないぞ。ブレーキ効かない、ブレーキ。え、本当ですか。え、ちょっと どうしたんですか今。いや、ブレーキ効かなくなっちゃったんだよ。え、いや、アクセル踏んでないのにさ、スピード落ちないしさ。なんで今の何だったんですか。異常な力が干渉してるな。冗談抜きで全員死ぬかもしれないぞ。お前ら覚悟しとけよ。上等だよ、そうこなくっちゃさ、怖すぎじゃねえからな。現代の女って口先女なんじゃねえ。ちょっと暴力やめてください。失敗できるわけないじゃないですか。怪物に及び寄せる。まあ、もともと人の命を奪うものじゃないんですよ。誰が助けになれんだよ。じゃあ俺の考えな、これ使えって言ってんだよ。しかし人間にはな、とても大切できるような存在じゃない。出しろ、お前も来い。早く取らなきゃいけねえだろ。皆さん、今回はよろしくお願いします。よろしくお願いします。よろしくお願いします。サブカル界では知らぬ人はいない、アイドルでコラムニストのあかりさんです。はい、どうも。サブカル界では知らぬ人のいない、アイドルでコラムニストのあかりです。ですね、今このエプロン宣言っていう写真集、これね、すごくいい写真集になってて、あ、もうエロティックむき出し、それがね、文化社さんからおよそ10年前に発売されてまして、今好評絶版です。そしてこちら、アイドル墜落日記、陽性者さんからこちらも好評絶版です。その後はこういう、血管シリーズっていうのとか、あの学生さんも分かりやすいように赤本とかいろんな名前をつけて自費出版でいろいろやってるんで買ってくれるといいなと思って。宣伝ですね。じゃあちょっと取っといて。はい、よろしくお願いします。ではお次がですね、はい、昨年発表した論文、ビルケランド電流による送電網の社会的応用でビルコダール物理学賞を受賞した物理学者の斉藤正彦さんです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。斉藤です。私は科学的見地から今回の出来事を検証していきたいと思います。では次ですね、先日も取材でお仕事をご一緒しました条例師の宇留院道元さんです。まあ、今回の取材が成功するように、まあ、協力しますよ。まあ、とりあえずよろしく。よろしくお願いします。ではですね、一度足を踏み入れたら発狂して消えてしまう、また死んでしまうと言われているたたり村という場所があります。今インターネットを中心に話題となっているある廃村がある。それは山奥に存在し、訪れた者は全て発狂に至り、やがて神隠しにあって消えてしまうという。いつしかその廃村はたたり村と呼ばれるようになった。たたり村の入り口までの画像はいくつかネットにアップされているが、村の内部の画像は少ない。なぜならそこへ向かう途中に多数の呪術のような痕跡があり、恐れをなして奥まで足を運べないのだ。友人がたたり村に行った後、発狂して失踪したという顛末を公開しているサイトがある。ここに掲載された画像は失踪した友人が村の内部で撮ったものだという。これらの画像は今やたたり村の象徴となっている。そのたたり村に関するちょっと信じられないような映像が届きましたので、まずはそちらをご覧ください。
いやでかいねやっぱね、でかいね。男の人って本当ああいうの好きだよね。え、でかいの感動しない？すごいなとは思うけど。いやでもなんかスケール感とかあるじゃん。なんかでかいの何事もね、でかい方がスケール感があってなんかいいと思うんですけど。ダメかな。あ、じゃあそうだ。じゃあ行きますね。はい。怖すぎディレクターの、工藤さん、アシスタントの市川さん、僕は怖すぎシリーズのファンの金子勝というものです。今回はネットとかでも話題になっているたたり村に潜入しようと思います。ですね、工藤さんにも負けないような恐ろしい映像を撮っていこうと頑張ろうと思うので、はい、今回よろしくお願いします。はい。はい。頑張りましょう。頑張りましょう。どうですか今の気持ちは？怖い？まだ怖くないよ。怖くないかまだ。まだね。なんか余裕な感じですね。だってまだダムじゃない。まあそうです、まあ、じゃあとりあえず行きましょう。はい、はい、あ、すいません。あ、大丈夫？危ない。カメラばっか見てて落ちないでよ。私は平気だけど。あ、お、ネットにあったやつだ。この先？そう、そうです。行きましょうか。はい、わあ。なんかちょっと、にわかにちょっと怖い、かっこいい感じになった。うん、わ。何これ、落ち悪い。誰かいんのかな？誰かって何よ。いや、わかんないけど。とりあえず、行こっか。ちょっと踏みそう。ちょっと大丈夫。うわ、うわ、なにこれ。いやーやだ、もうこれ絶対誰かいるじゃん。絶対だよこんなの。どうする？帰る？もう決めてよ。え、じゃあ行く。え、帰りたいの？いいよ。え、なんちゃう？お、建物が。ここら辺がたたり村ってことかな。ね、だよね。なんかネットにあった看板とか。これ？看板って。うわ、そうだ。これネットにあったやつだ。じゃあこっちだな。行こう。あ。見てあれ。なんかぶら下がってない？うわ、何あれ。ちょ、とりあえず行ってみようか。え、ちょっと待ってよ。うん、これはこれ、うわ、イタチか。ちょっとやだ。イタチか何かっぽいね。ぶら下がってるからやっぱ人がやったもんだね。もうやだよ、もう絶対キッがいるじゃん。もう帰ろうよ。いや、わかんない。やって、もうちょっとだけ。ちょっとだって。いやでも、あとちょっと、そのちょっとなんか多分取れるから絶対なんか。じゃあ、さあすぐ帰るか。ちょっとだけ。うん、大丈夫。うん、よし。うん、大丈夫。出た人を弔う何かとかかな。こんなのが。いや、なんか相当やばい感じだよ。気持ち悪いよ。気持ち悪いよ。誰かいるんですか。ああ、
この映像に映っていた女性なんですが、まあ、遺体は見つかっておらず今もまあ行方不明のままです。これを撮影していた金子勝さんなんですが、私たち怖すぎ宛に映像を投稿してきてくださって、まあお手紙でご相談されてきました。次はですね、その金子勝さんのうちに会いに行った時の映像をまあご覧ください。こちらですね。ここの2階です。ああ、こちらです。今日来るって言ったんでしょ。はい、言ってあります。どうもこんにちは。こんにちは。金子さんでいらっしゃいますか。あ、ディレクターの工藤です。どうぞ。電話しま…すいません、お邪魔します。お邪魔します。金子さん、送っていただいた投稿映像についてお伺いしたいんですけれども。金子さん。金子くん。金子さん、それは何をされてるんですか。思い込みだろうが。はい。生首だけでやれると思ってるか、このバカが。はい。おい、生首だけでやれると思ってるか、このバカが。おい、
何の話ですか。おい何言ってんだ。何言ってんだよ。おーいおいおい生首ってなんだよ。市川舐めんなよ。おいこらおいおい何の話ですか。できると思ってんのか。おいこらおいおい生首でやれると思ってんのか。おい調子乗ってんじゃねーぞお前。おいおい何ですか。市川おいおい舐めんなよ。おいこらおい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 さんの首の傷なんですけれども、まあ、さほど深くはなかったんですけれども、やはり精神疾患があるということで心療内科の方に隔離される形で入院しまして、まあその病院も、まあ、すぐに抜け出してなんか行方がわからなくなりまして、でまあ恋人の女性もまあ未だに行方がわからないと、まあ、そういうことなんですね。つまりたたり村に足を踏み入れた人は発狂して神隠しみたいに消えてしまったっていうことなんですけれども、今の映像をご覧になってどう思われましたか。いや正直今のなんか完全に画面に映しちゃいけないものとか人を見せられてどうコメントしたらいいか全然正解は分かんないんですけど、マネージャーさんからバラエティ的なノリでっていう風に聞いてきたんですけど、いやそれは勘違いですね。実際ここへ行って検証して、まあ、映画を作ろうというそういう趣旨で来てもらってるから、それはちょっと心外ですね。そういうふうに思われてるんだったら、すいません。では要するに彼の方は私の専門外ですが、恋人を失ったことで精神に異常をきたしたってことでしょ。いや私の立場から言うと、その前の映像に映ってた白い、はい、あれをあれはね、手だよね。手ですか。要するにいたずらでしょ。学生が作ったいたずら映像に踊らされている、非常にバカバカしい状況っていうことですよ。何でもそうやっていたずらで済ませられるんだから簡単だよな。じゃああんたはどう思うんだ。あれはね、あの土地に縛られている人間たちの例の集合体みたいになってんだよ。ああいうのはちょっと見たことないけど、まあ、かなり危険性が高いってことだ。何でもそうやって例とか集合体とか根拠のないもので説明がつくんだったら簡単でいいよね。あんたね、科学者のくせにね、子供みたいな感じすんだよ。まあだから実際今度ここへ行って、まあ検証しようかというわけなんで、それぞれの分野でコメントしていただければと思いますので、よろしくお願いします。お願いします。怖すぎ取材班がこの場所について調べると興味深いことが分かった。ここはかつて物村という実在する村だったが、昭和31年田口町に統合され現在は地図から消えている。さらに時を遡るとこの地は高名な僧が夢のお告げによって開いた霊場であった。この僧が神の意志や伝言を伝える神下ろしを行い始めたことから、やがて山岳住民による呪術一族の集落が形成され、同時に高度な芸能も栄えたという。彼らは日本各地に旅芸人一座を派遣し、芸能活動と同時に呪術活動を行い、各地の要人とつながりを持ちネットワークを築いていた。芸能の民が信心深いルーツはここにあるという。歌舞伎の狂言東海道四谷怪談を書いた鶴屋南北も物村の一族の出身であるという説がある。子供時代に物村で修行し天才的な呪術者でもあったとわずかな文献から推測する研究者もいる。
吉田さんは鶴屋南北についてどのようにお考えになられますか？そうですね、まあ、うん、僕は、まあ、鶴屋南北の正体が実は呪術師だったっていう説はかなり信憑性のあるものだとは考えてます、うん、まあ、というのも彼の作品っていうのは、まあ、実はその呪術というものをモチーフにしているんじゃないか、まあ、そういう要素が隠れているんじゃないかと、まあ、僕からはそう読めるんですね。あ、なるほど。鶴屋南北は、まあ、呪術集団の村で育ったという、まあ、説があるそうなんですけれども、現在その、まあ、場所について何かご存知のことってありますか？まあ、今現在はたたり村と呼ばれている場所ですよね、はいはい、まあ、あそこはですね、戦時中なんかには地下に巨大な軍事設備があったって言われたんですね。まあ、ただあの集落にいた呪術師集団、まあ、その一族と軍部っていうものは、まあ、おそらくですけれども、まあ、穏便な取引みたいなものをしていたんじゃないのかと思うんですね。というのもその土地をめぐる争いだったり、まあ、強制的に移住させられたりだとか、まあ、そういった記録は一切見当たらないんですね。その当時その場所に入ったりとか出入りとかっていうのは自由にできてたんでしょうか？いや、全くできてなかったみたいですね、うん、というのもその入山、まあ、山に入ったり、はい、入村村に入ることも一応禁止となっていまして、まあ、それどころか遠くから撮影することも、まあ、禁じられていたんですよ、うん、で実際ですね、はい、まあ、僕当時の地図を見てみたんですけれども、はい、確かにその辺り一帯っていうのは、まあ、空白、白抜きの状態になってたんですね、まあ、おそらく兵器工場だったのかなとは思うんですね。まあ、そういう軍の設備っていうのは隠したりしますから、地図からは。ただまあその廃線になって、はい、まあ、その設備っていうのは全部埋め立てられちゃって、でそこにあった書類っていうのも全て焼却されてしまったと、まあ、そういうふうに関係者は聞いているみたいですね。なるほど。その廃線後の状況といいますか、その土地はどのようになったかご存知でしょうか？まあ、戦後には電力会社がそこを私有地に買い取って、で巨大なダムを作ったようですね。でその時にその村の一部っていうのはダムの底に沈んでしまって。あ、そのダムはあの見学だったりとかって今はできるんでしょうか？まあ、ダム自体は見学できますよ。そうなんですか。はい、まあ、ただその周りの山ですね、はいはい、まあ、山っていうのは一応危険だからという名目で入山規制がされてて、一応一般人には近寄れないようにはなってますね。まあ、あの土地っていうのは、うーん、まあ、昔からなんていうんですかね、その史実を覆す、はい、歴史を覆すような知ってはいけない何かがある、そんな土地だっていうのは昔からずっと噂はされていたところなんです。まあ、で実際立ち入り禁止のところもたくさんありますし、はい、まあ、人が調べられない、うん、まあ、言ってみれば日本のエリア51みたいな存在なんですね。なるほど、はい、あのダムの周辺では UFO を見たっていう目撃例だったり、うん、まあ、他にもさまざまな怪現象は頻発しているようです。なるほど。それは金子勝さんが捉えたものと酷似している。たたり村には一体どんな謎と秘密が隠されているのだろうか。そして数々の怪奇現象は何が原因なのだろうか。大丈夫ですか？よいしょ。気をつけてください。皆さんきつくなったら言ってください。休憩挟むんで。どうだ？え？お前今日の取材でお前何持ってた？何が？このリュックの中だよ。え、何よ。お前ちょっと見せてみろ。なんだよ、これだよ、ほら。一応な、あの何があるか分かんねえから持ってきたんだよ。まあ、でも、めったなことじゃ使わねえから。バカなのか。バカなんだよ。それ何ですか？え？
これな、頭がおかしい奴が好きな自術道具だよ。なんでそんなもの持ってきてるんですか。それはね、今まで俺たちがね、散々これに助けられてきたからな。いや、まあ、それは本当ですけど、これな、使い方間違ったら死んじゃうんだよ。こいつ、なんだよ。あんたたちだ、みんなどうかしてるよ。呪いなんてあるわけないじゃん。いいっすね。いや、そういう意見欲しかったんですよ。あの、科学的見地からどんどんそういうの言っちゃってくださいね。ああ、うん、でもここ、の敷地内だろ。ああ不法侵入ってことになるよね。そんなことまでやるなんて聞いてないんだけどさ。ああ、じゃあいいっすよ。ギャラ前払いしたあれ返してもらえればもう帰っちゃっていいっすよ。最後まで言ってやるよ。ああ、じゃあよろしくお願いします。ああ、しこ、はい、行きます。まだ結構あるよな。はい。あ、工藤さん。ああ、特報映像にあったやつですね。あの、皆さん気にしないで通っていきますんで。え、気にするな。大丈夫なんで来てくださいね。工藤さん、ありがとうございます。ああ、はいはいはい、ほらほらほら、はい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 、ありました。あったやつやな。そうです。何の意味があるんですか。ちょっとなるべく倒さないように皆さんお願いします。死がやったとこじゃないですかね。血だけ残ってますよ。で、誰かが回収したってことですか。わかんねえ、どうなんだろう。これって、ありましたっけ。いや、近い距離感じゃなかった。静かにしろ。え、なんか感じる？マジでやばいぞこれ。うん。でね、分かってんのか。分かってるよ。どうすんだよ。どうするって、連れてくに決まってんじゃないか。まあ、ある程度覚悟の上ではあるんで。ああ。それお前ら覚悟してんだよ。違うよ。だって二人だって出すと何しに、だってここまで来てんだよ。だってな。分かんねえで来てんだろこいつら。いいから行こう。石が積んである台じゃん。何を怖がってんだよ。あ、見えてきましたね。あ、ありました。看板です。あ、看板と看板。看板。はい。かかってますけど、ムラって。もうちょっと入ってあるんだよね。ムラ。すごい。え？え？どうした？うわ！え、なに？何ですか。頭、動物の頭、動物の死骸か。無理です、無理です、無理です、無理です。この年な、邪悪な気に満ち溢れてる。これまともじゃねえぞ、誰か死ぬぞ。一体誰が死ぬって言うんだよ。あんた気をつけなよ。え、何に。あんたが今ここで俺をそこに突き落としたりすれば、それも超常現象ってことになるもんな。科学者、マジで気をつけろよ。俺は知らねえからな。ああ。ただもう帰った方がいいよ。そりゃ、こっから一人で帰れるもんだって帰りたいですよ。あがりちゃん、あがりちゃん、あがりちゃん。絶対帰んない方がいいよ。絶対帰んない方がいい。この映画絶対ヒットするから。そしたら知名度バーンって上がって仕事どんどん入ってくるから。絶対帰んない方がいい。で、CD 出しても絶版になるし、DVD ももう会社潰れるし、写真集も全部絶版だからもう。聞いたけど、無理。いや、今回は絶対大丈夫だから。絶対大丈夫だから。それに何か危ないことあってもこの道元さんが守ってくれるから。工藤、え、これは守りきれねえぞ。切れねえっつったって。守りきれねえよこれは。おい、これ間接的な殺人になるぞ。誰か死ぬぞ。下手したら全員死ぬぞ。俺いいけどな、お前にそれを受け入れる覚悟あんのかよ。誰に言ってんだよ。覚悟なんてな、腹からしてんだよ、できてんだよ。待って待って、死ぬの。いや大丈夫だ、大丈夫だって。いや、この人こういう意味で言ってるけど、あの、いざとなったら守ってくれるから。よろしくお願いします。はい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 、もういいよ、ついていけない、あんたたちの小芝居には。もうみんな守りだけどな、最大限やってやるよ。ああ、頼むよ。斉藤さん、あの、それは何でしょうか。これ、はい、あ、電磁波測定器。ちょっと高いんだよね。え、そうなんですか。
あの、の敷地内だから、はい、高くて当然普通。じゃあ特に今は問題ない。何の問題もないよ。とりあえず行こう。本当に大丈夫。大丈夫ちょっと高めもう大丈夫ですか。ああ、あった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 。ほら、高校へ出せ、ほら。ああ、ほんとですね。あれ違い。なんだこの手が。あんなんなかったよな。なかったです。この辺りが妙に高いんすよ。音でかくなってるよね、さっきから、うん、おい、そこの中に入るな。近づくんだったら外側から行け、うん、ああ、強くなってますね。どんどん音強くなってる、はいはい、あれに反応したじゃないの、違うの。こんなはずないよ。おかしい、故障してる、うん、音鳴りやめませんけど。あ、うん、切っとくね。死ぬだけじゃ済まねえかもしれないぞ。でしょうか。温度、湿度、電磁波、はい、放射線量、すべて基準値内です。ああ、つまり至って普通の山ということですね。ああ、なるほど。あの、先ほど電磁波ですかね、うん、があのすごい音を鳴って高いのようなことをおっしゃってましたけど、それは、うんうん、まあ、電磁波ってね、はい、例えば携帯電話一つでも結構出てるんですよ、はい、あ、まあ想定内ですね、すべて。はい、ガリさんはこの場所にいらしてどのように思われますか。でも、あの生首とか、なんか積まれた石とか全部見てると、絶対にカルト教団とかのそういう集会場が行われてるところだと思うんですよ。そういう人たちって本当にだから、ちょっとつつくとものすごい激しく攻撃してくるっていうか、心霊とかじゃなくて、相手に真剣になってはいけないっていう風な。無理です、もう普通に帰りたい、ここ関わりたくない。よし、さあこの地に住まうこの世ならざる者よ、邪悪な者よ、さあ出てこい、さあ姿を現せ、俺の前に出てきて何か起こしてみろ、さあ出てこい、さあ姿を現せ、さあ出てこい。これは集まってきている。え？一体何が集まってきてるってんだよ。主語を植えよう、主語をごまかさずに。おい科学者、そっちにも何か変化があるかもしれないからな。よく見てみろ。あれ？なんか、え？何ですか？どうした？電磁波がね、ちょっと、いや、おそらく送電量がバッと上がったんじゃない？迫ってきてるんだよ。え？放射線量。あれ32ミリシーベルトって国が1年間で定めた基準値の30倍。30倍？それやべえじゃんそれ。いや、そんなはずないんだよな、ここ
からも離れてるし、壊れちゃったかな。機械が壊れたら機械のせいなのか。都合がいい科学だな。そうだよ、そんなさ、ポコ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 壊れるわけねえじゃん。だって30倍はないですよ。いや、精密機械だからさ、こういった山の湿度に弱いから、これも想定内、超常現象なんかであるはずがないよ。うん。何ですか？やめろ、分かった、これやらせだな。お前らグルでこの俺を、科学者を騙そうっていう、そういう魂胆だろ。なんだどこの野郎、何がやらせだこれ。おい、さっきの白い土地が科学的に証明してみろ、この野郎。プラズマ現象の、プラズマってなんだ、はっきり分かるように説明しろって言ってんだよ。よし、いいや、俺もやってやるよ。カリちゃん、あ、何やってんの。よし、さあこの女に取り付いてるものよ。さあ何をしようとしてるんだ、言ってみろ。さあ言え。何を言ってるんだ。ここは聖ではない。鬼はこのように生まれない。武蔵さん、道元、どうした。おい、何し、そいつがな、この場所に影響を受けたんだよ。工藤さん、入っちゃった。なんだよ、大丈夫ですか。大丈夫ですか。え、なんだよ。もうダメだ。え、どうした。何言ってんだよ。俺の中に入ってきた。何が。え、入ってるって。これは…何ですか。見える。あれが聖か。何あれが神か。え、ケンさん、そうか、やっぱり神は化け物だ。お前ここにいろ。でも何があるかも分かんないから、お前自分のカメラ回しておけ。はい、分かりました。おい、斉藤、今行くぞ。お前に決まってんだろ。あんなで俺一人でよ、連れ戻せると思ってんのかよ。おい、分かったよ。大丈夫ですか。大丈夫ですか。大丈夫ですよ、すぐ戻ってくるんで。もう帰りましょうよ。ガタ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 抜かしやがってお前。あんな占い師ほっといて、もう帰りましょうよ。この野郎、お前いいから探せよ。本当によ。あれ、おい、ちょっとこれ、なんかありました。これお前、ほら、
これは血だよ、血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 だよ、ほら、血、ほら、血ですよ、これ、ちょっと待って、ほら、結婚、血、結婚があるぜ、結婚、こんなにいっぱい出てるんだからさ、そうですね、続いたんだ、結婚、ああ、ほら、ちょ、探せ、探せ、探せ、結婚探せ、見つかんないですよ、こんなとこ、ガタガタ、いらずに探せよ、ほら、ほら、ほら、見ろ、見ろ、あ、工藤さん、工藤さん、これ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 、血じゃないですかね、お、え、あ、これ、これ、これ、あ、これ、血、血、血だ、あそこにも、おお、これ相手の血です、わ、続いてます、わ、おやるじゃねえか、あ、こっち、あ、ここにも、こっちなんじゃないですかね、わ、じゃあ、急げ、先にいるんだ、先に、急げ、おい、どけ、大丈夫ですか、気持ち悪い、戻ってこないですね。誰かいるんですか？ちょっと見てきますね。誰かいるんですか？こっちは具合が悪い人がいるんですよ、やめてください。あかりさん大丈夫ですか？あかりさん、あかりさん、そっち続いてますよ。続いてる、続いてる、続いてる、おい、サイト、サイト、ほら、見ろ、ほら、いるかもしれない、これに、おい、おい、さあ、どけ、どけ、おい、おい、どけさ、おい、おい、あったあった、結構多い、結構多い、結構多いぞ、これ、ほら、怪我したんすかね、やばいっすよ、これ、当たり前だ、お前、こんだけついててんだろ、お前、怪我しに決まってんだろ、ほら、中見ろ、中見ろ、おい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 、どけ、おい、道元さん、道元、これもう、まあ、ちょっと、ちょ、量が多くなってきた、量が、血の量が多くなってきたからな、地形と多分地形だ、道元、道元、おい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 、ここで止まってる、ここで止まってる、この辺いる、この辺いる、この辺いる、探せ、探せ、俺中とか、探せ、おい、おい、おい、道元、道元さん、おい、おい。道元さん、道元、おい、おい、いませんね、どこ行っちゃったんだよ、おい、おい、あれ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 、どうした、あれ、どうした、どうした、ほら、え、後ろ、後ろ、お、道元、道元、お、道元、大丈夫、道元、道元、道元、
ですかね、あれ聞こえませんか。あれ何ですかね。いや、わかんないです。でも、先に急ぎましょう。工藤さんたち大丈夫ですかね。大丈夫です。工藤さんたちなら、なんとか生き抜けます。なんであの音。なんだ、わかんねえの。とにかくもう、出よう、こんなとこ。なんだよ、もう。おい、石川言えよ。バカちゃんもいねえんだけど。石川降りたんだよ、このところ。もうこんなところ、降りたんだよ。出てこいよ、ほら。行こうよ、おい。俺たちも、俺たちも降りようぜ。おい、行こうよ、早く。違う、来てますよ。外にね、警察はやっぱり信じてくれなかったですよね。ああ、不可解すぎるからな。面倒なんだろう。あれだよ、全部行方不明ってことしとけばさ、簡単だからさ。確かに。でも3人ともまあ撮影中に行方不明になったわけですから、まあもうこの作品は表には出せないですよね。あ？お前この映画は世間に問うべき内容だろ。これは日本がダメでも海外じゃ絶対売れるぞ、これ。ああ、絶対ヒットするよ、これ。話題になるよ、これ。絶対儲かるよ、これ。お金ですか？どっちもだよ。今更な、後戻りできねえんだよな。
このままじゃ終わんねえぞ俺。これ絶対完成させてな。これ世間に公表してやるよ。おいで絶対これヒットさせてやるよ。絶対に。それにはな、まずもう一回あのたたり村行って、もう一回検証するんだよ。あ、確かに。後戻りはできないですよね。おい、おい、それなんだお前それ。どうしたんだよ。これあかりさんに掴まれたところが痛むんですよ。え？ちょっとあざになってるんですけど。ん？何これ？これな、え？なんか変な形。まあ、ちょっと普通のあざではないですよね。なんか線ば入ってんだこれ。もう間もなくだと思うんですけど。ああ。なんかおっさん来るな。おっさんおっさん。ああ。あ、いますね。そこ来てますね。そこ。違うかな。間違いないです。行きます。すいません、こんにちは。すいません。あのちょっと道に迷ってしまって教えてもらいたいんですけど、ちょっと今どこにいるかも分かんなくなっちゃって、とですね、ここに行きたいんですけど。今ね。はい。この子供と寝る。おい、あんたさ、元防衛省幹部のさんだよな。だよな。なあ、ちょっとさ、聞きたいことがあるんだけど。旧日本軍と物村に関する話が来てんだよ。あんた詳しいんだろ。心配すんなよ。おとなしく話してくれたらさ、何もしねえからさ。顔も声も全部加工してさ、わかんねえようするから。分かった。物村の地下にさ、軍事施設があっただろ。日本軍は物村の地下に壁工場を作って、その物村にいた呪術師たちの協力を得ながら、科学と呪術を融合させた兵器を秘密裏に製造していたんだ。それはね、鬼なんだ。鬼？鬼の神の兵と書いて鬼神兵と呼ばれてたらしい。あんたらそんなこと信じんのか。ああ、信じるよ。鬼神兵ってのはな、人の魂を食べて生きる巨大な人型の霊体兵器だ。ロボットみたいなもんか。いや、鬼神兵の元になるのは人間の女性だ。女性に呪術をかけて人の魂を食べさせることで巨大化させて。それは完成したのか。もう少しで完成っていうところで廃線になったらしい。そしてそれに携わっていた関係者はみんな機密保持のために殺されて、工場は破壊されて地下に埋められたという話。おめえ、なんでそんなこと知ってんだよ。その数少ない生き残りの関係者にその工場のフィルムっていうのを見せてもらったことがあるんだよ。そこには人型の何か映ってて。お前それ誰に見せてもらったんだ。おい、こら、誰に見せてもらったら。言えねえのか。言えねえんだな。ちょっと工藤さん。あのな、お前てめえで自分でよ、あ、口割るのとな、
このバットでな、頭かち割られんのどっちがいいんだ。ゼルさ、俺が本気じゃねえと思ってんのか。離せこの野郎。こいつだな、大事なこと世間に黙ってるからいけねえんだよ。そこまでやったら犯罪です。うるせえっつってんだよ。俺はな、目的のためだろうな。あ、手段を選ばねえよ。犯罪でも何でもやってやるよ。おい、だから早く、ほら、公開できなくなる。海外だよな、海外ならいけるだろ。日本はダメだよ、腰抜けばっかだからよ。海外なら売れるんだよ。早く話せ、ほら話せ。ちゃんと取っといてな。はい、おい、覚悟できてるか。はい、行くぞ。はい、何用かな。ああ、じいさんちょっと邪魔するぞ。あのさ、あんた物村って知ってるよな。あんたが持ってる資料を見せてほしいんだけど、何のことだか分かるよな。見たいものが映っているフィルムだ。見せていただけますか。よかろう、準備しよう。鬼の歴史をたどって古文書を読み解くと、初期の鬼はみんな女性の形をしていたというんだな。そして鬼は物とも言う。物村っていうのはつまり鬼の村っていうことだ。ほら、目の出来物を物もらいっていうだろう。あれは鬼もらいっていう意味なんだな。四ツ谷階段のお岩さんの目の腫れ物は鬼が入り込んだ鬼もらいという意味なんだよ。ところで、日本が敗戦を迎える前、あの兵器工場から幾人かの科学者が鬼神兵の細胞を密かに持ち出した。
そして後々誰にも知られないままある科学者の息子が細胞を人の形に戻した。その科学者の息子は先生と名乗ってうちへ来たよ。寄進兵でできた人の形をしたもの、優子と名乗る女を連れてね。そして君たちと同じように資料を見てた。先生の目的は寄進兵に古事記にある黄泉の国へ連れてってもらい神になること、そして寄進兵とこの世を混沌の神の世界に戻すこと。嬉しかったね。そりゃね、こんなくだらん世界は混沌に戻した方がいいに決まってる。だからわしもそう願って喜んで資料を見てもらった。先生は全ての書類をコピーして持って行ったよ。この先生はさ、優子を使ってさ、寄進兵を復活させるつもりなんだな。そういうことだな。実はわしも寄進兵の細胞を持ち出してたんだ。一度寄進兵の復活を試みたんだが、協力者だった科学者夫婦が何者かに殺されて、成功直前に頓挫してしまった。その科学者は工藤といって、この写真に写っている。それあんたの親だろう。その赤ん坊あんただよ。女の子だったら寄進兵にするつもりだったのにって言ってたな。え、本当なんですか。これは通り魔に殺された俺の両親だよ。ついに先生は向こうへ行ってやるべきことを始めたようだ。あんたも両親の意思を受け継いで先生に協力して鬼を解き放つんだ。それが運命だろう。俺の頭の中にさ、いつも聞こえる声があるんだよ。そうか、お前の両親の魂がそう言ってるんだろう。運命に従えって。聞こえんな。こうだよ、運命に逆らえってな。え、お父さん。お父さん、これね、呪いの力でパワーアップしてるよ。鬼の力だよ、呪いの力だよ。ああ、人間が持てばやがてはいつか死ぬ。この女も呪いを受けたんだろ。あ、え、濃くなってます。嘘、なんで。行くぞ。はい。どうせこのままじゃな、俺も市川もな、呪いで死んじゃうんだよ。俺はこのままじゃ絶対死なねえからな。絶対たたりまら行って鬼ぶっ殺しちゃうんだよな。あ、はい、行くぞ。はい。
生首なくなってるな。本当ですね。何者だ先生。先生さんよ。おいてめえもう人間じゃねえんだって。あ、神様だかなんだかになっちまったんだってな。なあおい、上等だよ。ひじり、おい鬼消すんだよ。鬼消すにはどうしたらいいんだよ。騎士兵だよ。なあどうすりゃいいんだ。てめえ殺しゃいいのか。鬼が来るよ。上等だよ。工藤さん、こいつはなもう人間じゃねえんだよ。絶対絶対本性を表す。この程度でな死ぬわけねえんだよ。死んでるんだからもう何やっても構わないですよね。え、ちょっと、え、違う。おい、戻してくれー。
黒さん、黒さん、山です、黒さん。あ、来て、おります。工藤さん、どうしました？工藤さん、ちょっと、あれ、工藤さん、ちょっとやばいです。あれ、工藤さんの、ちょっと、ちょっと。あんたら、黄泉の国から来たんですか？なんかのメッセージ？あんたらさ、不動産夫婦、そうです。俺さ、あんたらの息子だよ。工藤仁だよ。未来から来たんだよ。ジン？そうだよ。本当にジンか？そうだよ。よく来たね。おかしな研究はやめてくれ。研究？あんたらがやってるさ、おかしな研究はやめてくれ。いやいや、研究はやめないよ。頼むからやめてくれ。ちょっと待って。頼むからおかしな研究やめてくれ。ちょっと落ち着いて。うちらのなすべきことだからさ。頼むからやめてくれよ。な、私たちのおかげで。頼むからやめてくれよ。何言ってんの。頼むからやめてくれよ。もう頼むからやめてよ。私たちは自分たちの信念持ってやってるの。社会のため考えて。むちゃくちゃなんだよ。何言ってるの。もう頼むからやめてくれよ。な、頼むからやめてくれよ。ちょっと研究はやめられない。すいません。やめな。おい、やめねえんだな。やめねえんだな。もうちょっとやめません。やめねえんだな。いいよ、俺阻止するよ。俺が今から阻止するぞ。これがお前のなすべきことなんだろう。ならそれで運命に逆らえ。行くぞ、行くぞ。抑えきれねえ。もう親も殺しちゃったしさ、もう人間じゃねえからさ。なあ、もう一
ってくるわ。クソ、行ってくるわ。カメラマンの田代です。ご存知のように、今新宿の上空には、あの不可解な物体が浮かんでいます。しかし今のところ害は確認されておらず、人々はあの下で日常を送っています。私もです。あらゆる研究がなされておりますけども、どういう現象なのか、まるで解明されておりません。そして、怖すぎディレクターである工藤さんも、アシスタントの市川も、未だに行方不明のままです。捜索は続けられておりますけども、手上がりは、市川！工藤さん！市川！